S&D です。今日はカーブカットの予測について解説をしていきます。カーブカットの基本はこちらに出しておりますので、概要欄からご覧ください。ポイントの一つ目は、前も後ろも右も左も自分が動きやすい姿勢で構えるということです。私の場合は膝を軽く曲げるぐらいの姿勢で構えています。そこでオーバーカットもアンダーカットも出やすい、少し手を上げた位置ぐらいに構えてポンと添えるようなイメージで構えています。ポイントの2つ目は、基本正面でレシーブするのがいいとされてるんですが、ある程度正面に入っていないとここからまた変化をしてしまうので、正面に入らずに変化をされるともう届かないんですけど、ある程度ボールが来る正面に入っていればちょっとそれても頑張れば面で対応できるので、サーバーが打った瞬間からボールの軌道は急に変化するわけではないので、サーバーのフォームを見て手が離れた瞬間からどのコースに飛ぶかっていうのは決まっているので、しっかりとサーバーの手元ぐらいから見る、そしてそのボールの正面に入る、もしくは誰かに取らせる、声を出すということが必要です。ポジション取りです。人によってオーバーカットが得意な人とアンダーカットが得意な人と分かれると思います。特に皆さんが気になるのは、前に落ちるサーブ、もしくは後ろに伸びるサーブ、この2種類が苦手項目になると思います。なのでレシーブポジションを、例えばオーバーカットが得意であれば一歩前、アンダーカットが得意な場合は一歩後ろと、一歩ポジション取りを変えることによって取りやすさが大きく変わります。初めてやる対戦相手の場合は、一周したらサーバーの特徴がつかめると思います。例えばジャンプフローターなのか、フローターサーブなのか、伸びるサーブなのか、落ちるサーブなのかとか、いろいろ情報が分かると思うので、まず試合の時はもちろんレシーブを上げることも重要なんですが、何回かそのサーバーと対決することがあるので、手を早い段階で掴んでおくというのが2周目からのサーブカットの返球率にも関わってきます。ポイント4つ目は、エンドラインから自分の身長分前にいるときにジャンプでオーバーをするボールはアウトという感覚を練習から覚えていきましょう。会場は違ってもコートの大きさは同じなので、ここに入るときはサイドラインから何歩、エンドラインから何歩というふうに決めておけば、常に同じ状態でサーブレシーブができるので、そういうルーティンなども見つけていきましょう。そうだよ、サーブカットは非常に難しいプレーなんですけれども、しっかりと1球ずつ考えながら練習をすることによって上達するプレーです。ですので、できれば練習の時から自分の姿を動画で撮って、いいところと苦手なところを自分で理解して克服していくということが上達の近道なのではないかと私たちは考えています。サーブカットの動画は何本か過去に出しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルはバレーボールに関する練習方法や上達のコツなどを幅広く配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。